黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ。ちょっと試しに貼ってみます。こんな感じで、うわ自然感ねえなこれちょっときついな。どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。はい、ということで、今日はクワガタテラリウム作りの第2弾となりますね。はい、今日はですね、第3弾で完成させようと思うんですけど、この登り木とかねに草つけたり苔つけたり、そういうことをやっていきたいと思います。まあこの辺がですねセンス問われるとこなんですけど、まあはっきりセンスないんでね、まあそれっぽいのができたらいいかなというぐらいの気持ちでやります。では頑張っていきましょう。軽くひねってあげましょう。まずはこの木に葉っぱをつけていく感じですかね。こんな感じにしようかなと思ってますけど、まあなんせこれ言うこと聞かないんですよね。全然言うこと聞いてくれないと。そこで、もうね、これで打ち付けちゃおうかなと思います。これでね、近所のジョイっていうね、ホームセンターで買ってきました。うん、これでまあ打ち付ければなんとかなるだろうと。はい、まあまずこれをやりましょう。とりあえずはこれそんなに長くなくていいからこの辺でプチッと切っちゃいまして、でこういうところをさっきのやつで打ち付けていけばおそらくはまあこんな風になってくれるかなと思います。こんな風にね、うん、こんな感じでいこう。仮止めしとこうか、テープでテープで仮止めしたんで、まあこうなるようにちょっと打ち付けてみましょう。あ、むずいぞ。もう一回。ついた、ついた、ついた。あ、こんな感じで、これをうまいこと隠せたらいいんだけどね。何箇所か止める感じでしょうかね。うん。とりあえずこっちも止めとこう。この辺を。この辺止めとこう。はい、こんな感じで何箇所か止めてみましょう。おぉ、一応ね、ついたんです。こんな感じで。こんな感じでいいかなと思うんですよ。ちょっと見えてる部分あるんですけど、まあ、これはちょっと許してもらいたいですね。はい。葉っぱで隠しちゃえ。で、次は苔ですね。この苔がですね、こんな感じに、なってるんで、今ちょっと剥がしてたとこなんですけど、これうまくやらないと、ちぎれちゃうんですよ。なかなかね、むずいっす。なかなか難しい。はい。ここはすげえ慎重にいかないとですね。やっぱさすがに分厚すぎるんでね、もこもこしてて。で、両面テープをとりあえず裏面に貼っていきます。両面テープで固定する感じですね。これで。とりあえず全面に貼る感じで、どうでしょうか。こんな感じで、いいんじゃないですか。こんな感じで。で、とりあえず、全体的にこんな感じで、していっちゃいましょう。はい。これはね、時間かかるんで、動画外で、やっちゃいます。よし。で、まあ、こういう感じで貼っていくんですけど、まあ、上手に切ってみますか。はぁ、あ。これ難しいんですけどね、まあ、自然な感じで、いけるかな。うん、とりあえずこういう感じで、いってみます。ちょっとやるだけやってみましょう。やってみないとわかんないですわ。これ、剥ぐのむちゃくちゃ苦労しましたよ、これ。で、ちょっと試しに貼ってみます？
こんな感じで。うわ、自然感ねえな、これ。ちょっときついな。まあでも、まあなんとかなるんじゃないかな。うん。まあまあまあ、上手に貼っていきます。ね。うまい感じで。あ、でもいいんじゃないかな。うん。まあ貼ればわかるさ。よし、ここに、えい。お、葉っぱちゃんが、よっ。こんな感じで、どう、どう、なんかそれっぽい、うん、それっぽいかな。まあまあまあ、貼ればわかるぞ、ほんとに。苔むずい。むっちゃくちゃむずい。もうね、自然感もへったくれもねえんだけど。あとちょっとごまかす感じで。なんかそれっぽい？ちょっとこう、あれだな。なんかこの辺ちょっと上手に修正するか。これでな。できました、できました。これを貼る感じでごまかそう。これ貼るのむちゃくちゃむずいんだよね。こんな、まあまあ不自然っちゃ不自然なんだけど、あとはどうにかごまかせる？どうにかなるっしょ。あ、だなんかそれっぽくなってきた。あとはね、こういうやっぱ筋が見えてるところはね、怪しいんで、これ余ってるところのこの上の方をこうカットする感じで、ちょっとこう毛を取りまして、こんな感じで。で、この毛をですね、木工用ので、止めていく感じで、ごまかそうと、いう作戦でいきます。これは強敵だな。ね、こんな感じだったら、とりあえず、継ぎ目は、どうにか、ごまかせるんじゃねえかな。多分ね、この毛みたいなやつでね。うわ、やばいやばい。これすんごい出てきて、これ垂れてんじゃん。これちゃんと振らなきゃね。なんか水っぽい。なんでね、水っぽいだろう。よし。よし。まあ、じゃあこの継ぎ目を、ちょっとこれで、ごまかす感じで、つけていきたいと思います。多分乾いたら、いい感じになるんじゃねえかな。よし。ごまかしちゃえ、ごまかしちゃえ。あ、なんかそれっぽいんじゃないかな。自然感出てきたんじゃない？はーい、ということで、とりあえずこの部品はこんな感じかなと。登り木ね。うん、こんな感じ。あとはちょっと他の葉っぱとかもあるんで、まあある程度緑があればね、いい感じになるんじゃないかと思いますけどね、周りに。うん、よし。じゃああとはこういう花系のやつ、これをどうするか。これをまあ、立てれるようにしたいんでね。ある秘密兵器買いました。ね、これで立てらせるようにしてみたいと思います。はいはい、買ってきたのはこれです。この木の、まあ、いつもケースによく入れてるやつなんですけど、これをまあ、これをですね、穴開けて立たせようと思うんですね。で、ちなみに、こう立てたおか、こいつはちょっと斜めに立てらせる感じか。ということで、ちょっと斜めに穴を。斜めの穴難しい。こっちか。はいはい。このままで入るかな。ちょっと先を切って上手にはめ込んでみよう。この太い部分、切り取って。ね。で、これ差し込んだ後。もうちょっとか？差し込んだ後は、あれだな。
なんかグルーガンかなんかで固定をした方がいいな。もうちょいか。結構むずいよ。よし、こんな感じですね。これでまああとは埋め込むんでね、倒れることはないだろうと思いますね。これをグルーガンで固定しておきます。まあ材料さえ揃えば、これあんま高くない方がいいから、こんなもんで材料さえ揃えば、あとはセンスですよね。そのどうやって建てるんだみたいなとこですよね。はい、建てられましたね。こんな感じで、こいつもそんな高くなくていいんで、まあこれぐらいで切っちゃいまして、だいぶ斜めに切らないとな。よし、斜めに切って差し込むイメージで、でこうできた、できた。で、これをグルーガンで固定する感じで。おお、うん、まあまあいいんじゃないですかね。は、立ててる。いいんじゃないか。グルーガン準備できたかな。おお、うん、まあできてる、できてる。よし、じゃあ早速固めていきましょう。いやー、ほんとね、なかなか思った通りにはやっぱならないですね。でもこういうのがまあテラリウム作り楽しいのかな。はいはい、こんな感じで止めていく感じでしょうね。残りのやつもやっておきます。よし、とりあえずアイテムは出来上がりました。これ、あとはこれをどう置くかだと思いますが、例えば、まあ、この辺に草ちょっと生やしちゃって、こんな風に生やしちゃって、こんな風にするっていうのも手かもしれないですね。まあ、これはちょっと考えながらやっていきたいなと思います。いい感じかな？はい、まあこんな感じでしょうね。ちょっと今日もあれか、クワガタ置いてみようかな。おお、それではワイルドの美山クワガタくん置いていきたいと思います。はい、おお、こんな感じですか。はい、だいたい完成イメージ図ね。まあレイアウトはちょっと変えるかもしれませんが、とりあえずこれで作っていこうかなと思います。どうですかね。またよかったらね、コメントなんかで感想を聞かせてください。今日はこれでお別れとなります。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。